スミスはアメリカ海軍の駆逐艦。スミス級駆逐艦の一番艦。艦名はジョセフ・ B ・スミス大尉にちなむ。スミスは1908年3月18日にペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船所で寄港した。1909年4月20日にエドワード・ブリッジ・リチャードソン夫人によって命名浸水し、1909年11月26日に艦長、 D.F. ボイド少佐の指揮下収益する。収益後スミスは大西洋水雷艦隊に配属され3年間の現役勤務後1912年10月に予備役となる。1915年12月に上院数を減じられたまま限定的に再収益しマサチューセッツ州ボストン沖での中立パトロールを始める。1915年12月10日に ルイジアナ州ニューオーリンズに到着し、海軍補助予備役兵の補充任務に当たった。1916年2月12日にフロリダ州キーウェストに到着、2月15日にニューヨークに到着し、補充任務を継続した。戦況が切迫したまま、スミスは1917年4月1日にニューヨーク州ノースリバーでの停泊を命じられ、税官庁の支援として、 ニューヨークのドイツ船が逃亡もしくは自陳するのを妨げる任務に当たった。4月4日にニューヨークを出港し、4月10日から5月14日まで東海岸沿いに偵察部隊と共に作戦活動に従事した。4月17日に先行する潜水艦を確認したと報告、続いて巨雷の航跡が艦首を横切るのを目撃した。しかしながら、 双方とも損害は生じなかった。スミスは5月17日から7月16日まで、チャールストン海軍造船所でオーバーホールを行い、その間現役任務を離れた。スミスは7月16日に、サウスカロライナ州チャールストンを出港し、7月18日から20日まで、バミューダで停泊した後、7月26日から10月5日まで、アゾレス諸島で偵察巡航を行った。 10月20日にフランスのブレストに到着、その後終戦までスミスはブレスト西方 800km の海域で東向き及び西向きの船団を護衛し、潜水艦の脅威からそれらを守った。スミスの護衛任務の大半は何事もなく幾度か潜水艦と疑われる影を観測したものの、戦闘を行うことはなかった。しかしながら、 乱撃を受けた輸送船の救助に二度参加した。1918年5月31日、プレジデントリンカーンの生存者240名を救助し、彼らを港へ送る途中、6月1日に潜水艦に対して攻撃を行ったものの成功しなかった。7月1日にはコビントンの生存者を救助した。両艦の駆逐艦は2隻を 潜水艦の攻撃から守るため高速で囲んだ。スミスは1918年9月16日から11月3日までイギリスで修理を受ける。終戦後は1919 19年3月7日から4月2日までブレストに停泊した。1920年2月28日に売却の命令が出されたが、建造、修理局からの駆逐艦、潜水艦、戦艦を 爆撃実験に使用するという要請に基づいて6月9日に売却命令は取り消された9月18日にスミスは試験のため戦艦インディアナ潜水艦 G-1 とともにチェサピーク湾に停泊し試験は11月5日に完了したその後スミスはフィラデルフィアに牽引され1921年7月20日に 再び爆撃目標に指定されたが、1921年12月20日にフィラデルフィアのジョセフジー・ヒトナー社にスクラップとして売却された。ありがとうございます。